森でございます。本日はお忙しい中、決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。当社は本日15時30分に、2023年度第3四半期決算を発表しました。発表資料は当社 IR ウェブサイトに掲載しています。本日はその資料のうち、決算説明資料を用いて、私から決算の概要をご説明し、その後、質疑応答に移りたいと存じます。それでは説明を始めます。1ページをご覧ください。本日の決算説明の主なポイントです。当社は2023年度から国際財務報告基準 IFRS を用いた財務報告を開始するに伴い、3つの重点指標を設定しており、これらに沿って2023年度第3四半期決算をご説明します。まず、企業価値を表す最も重要な経営指標であるヨーロピアンエベデッドバリューは、前年同期末比17.3%増加の1442億9400万円となりました。次に、成長性を表す保有契約年間残保険料は、前年同期末比18.5%増加の278億7200万円となりました。そして、一般事業会社の営業利益に相当し、当社の保険事業の収益性を表す保険サービス損益は、前年同期比28.9%増加の62億7500万円となりました。次に、本日の決算説明の主なトピックについて3点ご紹介します。まず、契約業績面では、課題であった個人保険事業が底打ちしたことに加え、事業領域の拡大として、今年度から開始した団体信用生命保険事業も好調を維持しました。次に、昨年夏に資本業務提携契約を締結した SMBC グループとの協業が、昨年12月から本格的に動き始め、新たな取り組みとして V ポイントが貯まる保険の販売を開始しました。最後に、こちらは本日発表の取り組みですが、お客様への利便性の向上を期として、同性をパートナーとするお客様向けの顧客体験をアップデートしております。各項目の詳細は後ほどご説明をします。2ページをご覧ください。アニュアルリカーリングレベニューに相当する保有契約年間残保険料は、2023年12月末で、278億7200万円となりました。昨年7月から開始した暖信事業の上積みもあり、前年同期末比18.5%増と、保有契約の力強い成長を継続していることがお分かりいただけるかと思います。3ページはその保有契約の変動要因をお示ししています。今年度から開始した暖信の保有契約年間残保険料の当四半期3ヶ月間での純増は3億600万円となり、こちらは好調を維持しています。また、直近1年間ほど課題であった個人保険の保有契約年間残保険料の純増は3億1000万円と前四半期を上回り、底打ちをしたと考えております。また、先週2月9日金曜日には、2024年1月の業績速報を開示しておりますが、第4四半期も底打ち反転のモメンタムが持続していることから、今後も通期目標水準の達成に向けて努めてまいります。続いて4ページをご覧ください。ここから IFRS での財務報告の説明に移ります。最初に全体感ご理解いただくため、IFRS ベースでの損益計算書の要約をお示ししています。わかりやすく申し上げますと、保険サービス損益はいわゆる営業利益に相当するもので、当社のように保証性商品が中心の生命保険会社では、保険サービス損益が利益の大部分を占めます。2023年度第3四半期累計期間の保険サービス損益は62億7500万円。最終利益である親会社の所有者に帰属する当期利益は43億6500万円の黒字となり、いずれも前年同期比で大幅な利益成長を実現しました。中でも特に重要な保険サービス損益については次ページ以降で詳細をお伝えします。5ページをご覧ください。
保険サービス損益の推移をお示しています。まず、経年推移で見てみますと、コロナ関連支払いが急増した2022年度を除けば、保険サービス損益は底堅く着実に成長をしています。そして、2023年度第3四半期累計期間の保険サービス損益は、前年同期比28.9%増加の62億7500万円となり、利益の上方修正を行った昨年8月の業績予想86億円に対する進捗率は73.0%となりました。6ページをご覧ください。こちらは2022年度第3四半期累計期間から2023年度第3四半期累計期間にかけての保険サービス損益の変動要因をお示ししています。まず左側の表をご覧ください。保険サービス損益は主に予想保険金等と発生保険金等の差額、リスク調整リリース、CSM リリース、再保険損益、そして今年度開始した暖新事業の暖新損益に分解されます。そして前年同期48億円だった保険サービス損益が今期62億円に増加した変動要因を、これらの項目ごとにグラフ化したものが右の図になります。2023年度第3四半期累計期間の保険サービス損益は、前年同期比14億700万円の増益となりましたが、その増益要因の一つが、予想保険金等と発生保険金等の差額になります。2022年度は新型コロナウイルス感染拡大による給付金支払いが多く発生した年であった一方で、今年度はコロナ関連支払いが収束したことなどから13億9900万円の増益要因となりました。もう一つの増益要因は CSM リリースです。CSM は保険契約の未実現の将来利益を表す負債で、保険期間の経過とともに解放され、PL 上で CSM リリースとして利益認識されます。保有契約の成長に伴い、2023年度第3四半期累計期間の CSM リリース額は、左の表の3行目にある通り、51億9100万円となり、4億6200万円の増益要因となりました。一方で、暖新損益は、第3四半期において、保険金の支払いが当初の想定よりも多く発生したことで、再保険考慮前の数値ですが、マイナス2億2100万円となり、保険サービス損益の成長の押し下げ要因となりました。次に7ページをご覧ください。ヨーロピアンエンベデッドバリューのご説明に移ります。ヨーロピアンエンベデッドバリューは、保有契約が今後生み出す法定会計上では未実現の将来利益の税引き後価値を加味した純資産、いわば純資産の現在価値です。2023年12月末時点のヨーロピアンエンベデッドバリューは、将来利益原価の成長に加えて、昨年9月に行った増資による修正純資産の増加もあり、1442億9400万円となりました。2012年3月の上場以降の年平均成長率は19%ですが、特に保有契約から生じる会計上未実現の将来利益である保有契約の将来利益原価は年平均31%で成長し、EEV の成長を力強く牽引しています。また、折れ線グラフは1株当たり EEV の推移をお示ししています。2023年12月末時点の1株当たり EV は1797円となりました。今年度期中に実施した増資による希薄価分はすでに回収が完了し、1株当たり EV は今年度も成長トレンドを継続しております。年度末に向けてさらなる成長を実現できるよう経営努力を続けてまいります。8ページは2023年3月末から2023年12月末まで9ヶ月間の EEV の変動要因分析です。当社は EEV の変動のうち、ご覧のスライドの緑の点線枠で囲まれている新契約価値、
将来利益原価の割戻し、そして保険関係の前提条件と実績の差異、これら3点の合計を修正 EV 増加額と定義し、EV に関する基幹業績を表す指標としています。2023年度第3四半期累計期間の修正 EV 増加額は80億9900万円となりました。このうち新契約価値は63億5000万円となりましたが、これは7月から開始した暖新事業における既存契約移管分と、7月から12月の6ヶ月間での新規住宅ローン実行分、これら2つを合計した暖新の新契約価値として52億3300万円が計上されました。また、暖新の契約が加わった間接的な効果として、保有契約増加のスケールメリットが事業比率の改善につながり、その効果が第2四半期末に行った保険関係の前提条件の変更としてプラスに計上されています。このように成長フェーズにある当社にとっては、事業規模の拡大に伴う規模の経済も EV の成長に大きく貢献するため、引き続き成長と効率を意識した経営により EV の成長を目指してまいります。ここからは主な取り組みについてご説明します。スライドの9ページご覧ください。すいません、ちょっと画面の共有が少し今不具合を起こしておりますので、少々お待ちください。失礼しました。それでは再開します。9ページご覧ください。ここからは、主な取り組みとして、まず、団体信用生命保険事業の、力強い貢献についてご説明をします。当社は事業領域拡大の一環としまして、昨年7月から au 自分銀行の住宅ローン利用者に向けて団体信用生命保険の提供を開始しました。左手の棒グラフの通り、au 自分銀行の住宅ローンはネット銀行ならではの魅力的な金利での貸し出しなどにより急速な成長を遂げており、2023年11月には累計融資実行額が3.5兆円を突破しています。そのような動きを受けて、当社の暖新事業の保有契約年間残保険料は2023年度業績予想の参考値として開示している27億円を前倒しで達成するなど、重点指標へ大きく貢献しています。また、業績貢献以外にも、この度のオンラインで暖新を提供する取り組みは、お客様が生命保険をオンラインで申し込み、オンライン生保の利便性、ベネフィットを体感していただける新たなタッチポイントの機会であり、オンライン生保市場の拡大にも寄与するものと考えています。そのため、まずは au 自分銀行との協業を着実に成長させていくことに尽力するとともに、中期的には提携先銀行の拡大も目指してまいります。続いて10ページをご覧ください。先日、KDDI による大型の資本業務提携が発表されるなど、ポイント経済圏の構築および強化の流れが一層加速しています。そのような中で当社は、エンベデッドファイナンス、組み込み型金融を中長期的な成長テーマとして位置づけ、巨大な経済圏に生命保険をエンベデッドするパートナービジネス事業に力を入れています。その第1号パートナーである KDDI グループは、ポンタポイントを基軸とした au 経済圏拡大を戦略として掲げており、その戦略に基づいて、当社は2023年2月にポンタポイントがたまる au の生命保険を販売し、ポイント経済圏により適した保険商品の提供を進めています。加えて当社はポイントサービスポンタを運営するロイヤリティマーケティング社とも募集代理店委託契約を締結しており、同社を通じて今後は1億人を超えるポンタ会員基盤向けの営業活動にも、一層注力をしていく予定です。続いて11ページをご覧ください。
少々お待ちください。お待たせしました。続いて11ページご覧ください。昨年、当社および子会社のライフネット未来は、SMBC グループの、三井住友フィナンシャルグループ、三井住友カードの2社と業務提携契約を締結するとともに、三井住友カードに対して第三者割当増資を行いました。その SMBC グループとの取り組みが本格的に開始しましたので、ご紹介をします。第1弾として、昨年12月から先方の顧客基盤向けの専用商品、V ポイントが貯まる保険の提供を開始しました。V ポイントが貯まる保険とは、毎月のカードのご利用金額に応じて貯まる通常の V ポイントに加えて、プラス1ポイントのポイントが貯まる保険となります。SMBC グループは、ポイントプログラムを活用した魅力的な経済圏を有しており、このポイント経済圏へ適用した生命保険商品をこの度投入することができました。スライド右側の図は SMBC グループ経由の保有契約の年換算保険料の推移をお示ししています。ご覧の通り、12月の専用商品発売後は保有契約の成長が大幅に加速しており、良いスタートを切ることができたと考えていますが、一方で未着手の伸びしろが依然として多く残っています。SMBC グループは本取り組みに強いコミットメントを持って取り組んでいただいていますので、当社も一層コミットして、SMBC グループのオンライン金融事業を支えることで、保有契約業績の成長加速を実現できるように努めてまいります。12ページをご覧ください。ここでは本日発表した新たな顧客体験向上施策を紹介します。当社は2015年に業界に先駆けて死亡保険金の受取人を同性のパートナーにも拡大する取り扱いを開始し、セクシャルマイノリティの当事者とそのアライの皆様から大きな反響をいただきました。同性のパートナーを死亡保険金の受取人にしていただく際には、これまでは住民票及び当社所定のパートナー関係を確認するための書面提出をお願いしていました。しかし、昨今、パートナーシップ証明書を発行する自治体が全国に広がっているという社会状況の変化に鑑み、この度、提出書類をパートナーシップ証明のみでも可能とし、顧客体験の向上を行いました。スライド右側に記載の通り、当社はこれまでにも LGBTQ に関係する様々な取り組みを実施し、外部評価機関からも高い評価を獲得してきましたが、この背景には、多様なバックグラウンドを持つ従業員の声がきっかけとなって実現した取り組みも多く存在をしています。LGBTQ への取り組みはほんの一例に過ぎませんが、役職員一人一人が多様化するお客様のニーズや時代の変化に柔軟に対応しながら、生命保険の新たな価値を考え、提供し続けることが、ライフネット生命というブランド価値を高め、ひいては企業価値の向上につながっていくものと信じております。13ページをご覧ください。2023年度の業績予想です。業績予想は、昨年8月の第1四半期決算発表時に利益の上方修正を行いましたが、その内容から変更はありません。足元では、保険金等の支払いが想定よりも多く発生しており、第4四半期もここは注意をして見ていく必要はありますけれども、当社としては引き続き成長と事業効率の両面を意識した事業運営を進めてまいります。14ページをご覧ください。今後は個人保険事業と団体信用生命保険事業の両輪で保有契約業績の成長加速を目指してまいります。また、保険サービス損益の持続的な10%成長という高い利益成長の実現に加え、2023年度と2024年度の合計2事業年度における利益計上をもって、2025年度をめどに東証プライム市場への移行を目指してまいります。最後に経営方針です。
今後も金融サービスのデジタル化という構造的なトレンドを捉えながら、事業規模の拡大を目指して成長を追求してまいります。その上で自分たちの力でオンライン生保市場を拡大し、この市場におけるリーディングカンパニーであり続けることで、経営目標である EV2000 億円の早期到達を目指してまいります。以上で2023年度第3四半期決算の説明を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。